ゆ、ら、ほ、鈴木ゆめです。佐野です。すのです。ではご登場いただきましょう。本日の主役です。じゃじゃじゃん、どうぞ。はい、本日は七五三、おばあちゃん、なんとでも着せてもらったんだけど、この着物なんとね、お母さんが着て、ゆめが着て、おまが着るという 3人着ました。はい、素晴らしい、かわいいよね。髪の毛は私がやりました。ゆうたほチャンネル今日のファッションポイント、はい、この前東京駅でガチャガチャしました。チルフジョコですか。はい、ファッションのポイントです。はい、行ってきます。こうやって持ってった方がいい。メダルが見えない。メダルが見えない。せーの。オッケー。いや、ただ見本見したいで、見本見したいで。下手くそ。ゆめ見てあげて。大丈夫大丈夫。みよー、続き。ももさま。いつ呼ばれるかな。まだです。来たばかりです。お次に七五三参りだこしの鈴木ほま様。はい、はい、鈴木様です。ご祈祷終わったけどどうでしたか。ちょっと面白かった。どういう風に。え、なんか結構なんかさ、何度かな、何度かで、何度かな、なんかすごい、なんて言ってるのか分かんなかったから面白かった。お祈りしてくれてたんだよ。そう、健やかな成長をね、わかりましたか。もうこれで終わりだからね、七五三。そう、続け、終了、終了、終了。13歳のお参りは特にせず。私してないよね、うん。まあ、でもどっちにしろさ、1年に1回、うん、まあね、みんなでね、神社を来てるからね。はい、はい、ということで、ただいま。もうね、格ずれ始めてます。どう着物、苦しい。まあでも可愛いの着れてよかったね。楽しかった。楽しかった。なんかわかんないけど楽しかった。はい、よかったです。あれかな。はい、ということで、七五三でした。はい、はい、じゃあ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、せーの、まいどあり、バイバーイ。